はい、皆さんこんにちは。一般社団法人動きの骨協会、島根県の理学療法士の石飛拓郎です。この動画はですね、普段のような字幕はございませんが、しっかりとご説明させてもらいます。まずはじめに、この動きの骨動画チャンネルではあなたの症状に合わせた動画を作成しております。普段生活でこんな症状に困っていて、こんな動画があったらもっといいなというふうなリクエストがございましたら、下のコメント欄にぜひコメントをしてみてください。では今回ご紹介する、骨の動画は、麻痺側の手がグーッと握り込んだ方で、指をこう伸ばそうとしても逆にこうグーッと力が入ってしまうという方に対しての楽に指を伸ばすためのコツの動画になります。では実際に、麻痺側の指がこうグーッと握り込んでしまう方で、指を伸ばそうとしてもうまく力が抜けない、という方、普段どのようにストレッチをされていますか？指だけをこうグーッと一生懸命力いっぱい伸ばそうとしていませんか？実は、今回ですね、指をこう一生懸命伸ばすっていうのも一つ、重要なポイントなんですけど、この指を伸ばす前の準備段階が非常に重要になります。では今回のポイントなんですが、ポイントは、指を伸ばす前にまず手首を動かすことが重要になります。ここから、詳しく説明していきますね。指をグーパーする筋肉っていうのは、この手の中の筋肉というのも非常に大事なんですけど、この手の中の筋肉だけじゃなくて、肘から出ている筋肉も、このグーパー、指を曲げたり伸ばしたりするのに、重要な役割を持っています。でですね、皆さんにも確かめてもらいたいんですが、いい方の手でグーしてみてください。そうすると、内側から出ている筋肉がグッと力が入っていませんか？そしてパーをすると、上ですね、外側から出ている筋肉が、力が入っていませんか？そうなんです。実はこのようにグーとかパーとかですね、曲げたり伸ばしたりするときには、指の中だけの筋肉じゃなくて、肘から出ている筋肉も非常に重要になるんですよね。で、まあ、その筋肉をまずはストレッチをして、指を伸ばすという、この順番が非常に大事になります。で、そのためにはまずは手首を動かすこと、手首をストレッチ、ゆっくりストレッチしていくことが重要になります。実際に、麻痺側の手でやってみましょう。手首を、下にこうですね、曲げた時は肘の外側ですね、肘の外側とか上側ですねが、こうぐーっと伸びてる感じをまず確かめてみてください。そして上にするときは内側、下側ですね、ここを、伸ばしてるっていうのを意識しながら、ゆっくり手首をまず動かしてみてください。そして、伸びたなという感じがしたら、その次指をぐーっとゆっくり伸ばしてみてください。どうでしょうか？最初に指から伸ばそうとしていた時はぐーっと逆にこう力が入ってしまっていたけど、手首からやると楽に伸ばせる感じがしませんか？このように感じられた方は大成功になります。今回動画を見られていいなというふうに感じられた方はグッドボタンを押してください。今後動画を作る際に非常に励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。そして今回動画を見てもわからなかったという方もですね、安心してください。この動きの骨では、このように無料電話相談も行っております。電話相談だけでも体の変化を実感される方は多くおられますので、ぜひかけてみてください。